山梨県道28号北斗八ヶ岳公園線は、山梨県北斗市須玉町から道市大泉町に、至る、主要地報道に指定された県道である。北斗市須玉町から、長坂インターチェンジを経て、途中分岐し、八ヶ岳牧場方面及び、清里方面へと至る。清里方面への道路は、清里高原道路の愛称がある。 中央自動車道長坂インターチェンジから清里方面へのアクセス道路として整備された。北都市大泉町の高原大橋入口交差点を境に分岐し、清里方面への路線は清里高原有料道路として整備された。現在は無料開放されている。沿線には別荘地やペンションなどが立ち並ぶ。中央自動車道から 大泉高原や清里高原へのアクセスにおいて重要な役割を担う路線である。路線は八ヶ岳に向かっているため傾斜が激しい。また、国道141号と並走する形になっているが、曲線が少なく川又川を八ヶ岳高原大橋で越える道路線の方が清里へのアクセスに関して利用しやすいとされる。 2004年11月1日に山梨県北駒郡スタマ町が合併により北都市となったことに伴い路線名がスタマ八ヶ岳公園線から現在の北斗八ヶ岳公園線に変更された北都市内八ヶ岳公園大橋ありがとうございます